私も本当にこの世の中逆さまの世界だなというふうに思います。それをぜひ知っていただきたいっていうのが吉野候補の一番の立候補の理由だと思います。ありがとうございます。もう分かりやすい例で言えば、もうずっとね、吉野候補が訴えているメガソーラーの問題ですとか IR の問題です。しかし日本全部を見ればですね、もう本当に同じようなことがもう枚挙にいとまがないんです。もう全部ですね、我々の税金が食い物になって、まあ私たちはちっとも豊かになりません。で、私はですね、お金が取られるぐらいだったら、まあちょっと我慢しようかなと思っていたんです。ところがこの3年間どうでしょう、お金どころか人の健康や命までも政治が奪うんです。ね、本当のこと言わないんですね。そして今まで利権にまみれた自民党政治にノーと言ったのが大阪でした。そして維新を選びました。しかし維新はどうだったでしょうか。あるところでは、では自民党と足並み揃いましたよ。もう全くね、同じことなんです。もう先ほどの京橋のところで吉野先生もね、詳しく歴史から解説していただきましたけれども、窓口が変わっただけで結局裏は一緒なんです。私たちの税金や税金どころか命や健康さえも金儲けの道具のためにね、ぐるぐる使われている。それが残念ながら戦後70数年間の政治の結果です。日本は戦争に負けた後、経済は頑張りました。私の父なんかも大正生まれでしたから、戦争に行った世代なんですね。大正生まれの人は立派ですよ。戦争に行って死んじゃったか、あるいは生き残った人はその後の高度成長期を支えたんですね。私の父は満州で肩を撃たれてですね、東京で終戦を迎えました。ですので、まあ、シベリア行きにならなかったんですけれども、まあ、こうか不幸か、肩を撃たれて帰ってきて、命がありました。そしてその後、会社を、アルミの会社を立ち上げてですね、ずっと高度成長とともに、日本経済に貢献してきました。そういう人が大正生まれだったんですね。で、そういう人が政治、あるいは官僚、あるいは経済のところにいたんです。だから敗戦国といえども、なんとかかんとかプライドを持って働いてきたんです。しかしどうでしょうね、そういった大正生まれの人はほとんど亡くなりました。うちの父ももう平成の早い時に27年前に亡くなりました。政治、経済、あるいは行政の部分もそうです。そしていわゆる専門家と言われるようなそういう分野の方もそうです。大正生まれの人がみんな亡くなって、戦後生まれの人がそういういわゆる国のエリートのところに行って、何が起こったんでしょうか。もう日本のプライドも何もないですよ。全部今だけ、金だけ、自分だけ。もうこんなね、地に落ちた日本人、もう戦争でね、亡くなった方、あるいは生き残った人でさえ、その後日本をなんとかね、経済成長させた先人たちに恥ずかしいですよ。今だけ、金だけ、自分だけ。それはね、すべての分野に当てはまってるんです。私たちは一応政党ですから、政治がおかしい、政治を変えようと言ってます。しかしですね、これ経済の分野もそう。あるいは行政の分野もいろんなね、中西先生がいらっしゃる医療の分野もそう。もう日本人の誇りを持って働いている人どれだけいるんでしょう。もちろんね、そういうふうに戦っている人いますよ。だけれども、大枠の流れは目先だけの、今だけ、金だけ、自分だけに流されちゃってるんです。そしてあろうことか、この3年間
こんなに分かりやすい茶番をね、演じてくれるとは思いませんでした。もう、こんなに分かりやすい詐欺に引っかかる人いるのかなと思ったらですね、結構多くの人が引っかかってしまったんですね。まあ、それだけですね、まあ、日々のね、仕事が忙しかったり、子育てが忙しかったり、あるいは戦後の教育からしてそうですけれども、なるべくテレビや新聞だけを見てですね、自分で考えないようにしてきたツケが来たんだと思うんですけども、あとはまあもともとね、素直な心があったのかわかりませんけれども、この3年間、本当に詐欺に遭いました。もうこんなね、三流の詐欺師に引っかかるなんてって私はびっくり仰天してます。もうちょっと巧妙にね、グローバリストたちって巧妙に仕掛けてくるのかなと思ったらですね、こんなに分かりやすい詐欺だったじゃないですか。しかし、多くの人がこれに引っかかってしまったんですね。本当のこと言わない。ねえ、本当ですね。ありがとうございます。そして、このね、怖い怖いと言って最初恐怖を植え付けましたね。まあ、これは一つの詐欺師のやり方なんです。でも、比べて本当にどうだったんでしょうかっていうところですね。そして次の茶番、次の茶番はアメリカの大統領選ですよ。ねえ、今もうなんかトランプさんが逮捕されたりいろんなことになってますけれども、あれを見た時に私はアメリカの民主主義も終わったなと思いました。そんな茶番が2つ目の茶番です。そして3つ目の茶番は、今度はこの、どうしちゃったんですか、このね、プラス 17% という数字。あれですよ、1ヶ月に 10万人の日本人が減ったんです。つまり亡くなった方が16万人、生まれた方が6万人、そして差し引きで1ヶ月で10万人人口が減ったんですよ。これ単純に掛け算したら120万人のね、人口が減ることになりますよ。令和5年、2023年。そんな原因を自分で作っておきながら、何が異次元の子育て対策ですか。ねえ、これはもう、政府与党の辞任とか言ってますけれども、維新も似たようなことやってますね。一生懸命何々無償化にするとか、どうのこうのって。それが本当の子育て対策ですか？少子化対策ですか？違いますよね。だけよかったんじゃないですか？それが一番の少子化対策ですよ。もうそうやってですね、なんかこう、放火魔が火つけときながら、こうやったらよく消えますよって言ってるような詐欺に、私たちかかっちゃってるんです。大阪府だけの問題じゃありません。日本国中がこの詐欺に引っかかっちゃってるんです。もう私たちはこういう嘘がまかり通る世界が嫌だ嫌だと思って、こうやって道端でお話ししてるわけです。いえいえいえ、あのね、私もね、おとなしく練馬で製造業やってればよかったんですけどもね、なんか嘘がまかり通ってるっていうのは気持ち悪いんですよ。で、もう皆さんがね、詐欺に引っかかっちゃってるから、これちょっと詐欺じゃないですかみたいなことをね、申し上げたい、それだけなんですね。で、ちょっとそのね、引っ掛け問題に移ります。で、私の友人知人の中にもたくさんこういう人いましたね。なんかおかしいわよね、感染症の話とかお注射の話おかしいわよね、大統領選もなんかインチキっぽいわよねって言っていたお友達がですよ、例の去年の2月から始まったウクライナとね、ロシアの戦争の話で、急にその友人はですね、ウクライナがかわいそうだ、ロシアが悪いって言い出したんですよ。ね、だから残念、惜しかったんですよ。1問、2問、3問正解したら4問目で間違えちゃったんですよ、その友人はね。で、そういう人いっぱいいるんですよ。もう詐欺が次から次へとメニューを出してくるので、正解、正解、正解だったのに、ここがね、4問目で引っかかっちゃった人結構いっぱいいるんです。ねえ、ほんとテレビ新聞がね、嘘ばっかり言ってるから、そういう真面目な人ほどその引っ掛け問題に引っかかっちゃったんですね。で、実は私昨日も東京で、まあ、ある経営者の会合出てたんですけれども、いろんな方がね、いろんなご挨拶されてました。そしたらですね、やっぱりあるこうね、立派な方がね、おっしゃってたんですよ。
ゼレンスキーはね、国のために戦って立派だって言って、ああ、惜しい、残念みたいな。ああ、残念、あら、惜しいって。ね、ちょっと惜しいんですよね。惜しいっていうかもう、そこで一個でも引っ掛け問題にかかっちゃダメなんですよ。もうパターンは大体分かってきましたから。テレビがいいと言えば悪いんです。で、悪いって言えばいいんです。まあ大体このパターンなので、サンセットの皆さん、テレビ見るの嫌いな人多いと思うんですが、私ね、テレビ見るの結構好きなんですよ。ね、どうしてかっていうと、今日はどんな嘘ついてるのかなと思いながらいつもテレビ見てるんですね。で、そうするとね、本当わかりやすいです。で、まあ、今もね、言ってるじゃないですか。まあ今度はね、まあ、次の引っ掛け問題は、まあ、5番目はやっぱり虫問題ですかね。ね、コオロギね、食べろと。食料危機だ、タンパク質が不足するって、コオロギ食べろって言って。でもこれは、この引っ掛け問題は、お子さんを持っているお母さんたちはじめ、まあ、多くの方がですね、この引っ掛け問題はあまり引っ掛かりませんね。なんかやっぱりもう生理的にちょっと嫌だとか言ってあまり引っかからないんですが、残念なことに企業が引っかかってますね。企業が。だから、なんか多分それをね、研究したり、そこに食品に入れると補助金とか出るんでしょうかね。なんか企業がせっせせっせと一生懸命混ぜようとしてます。で、私の友人なんかも、まあね、コオロギはもう、ね、食べなきゃいいんじゃないなんていうふうに言ってましたけれども、実はですね、もうパウダーとして、こう、巧妙にね、入れてこられると、私たち分からなくなってしまうので、まあそういった意味で、一般の国民が引っかからなくても、企業が引っかかっちゃう場合あるわけです。なんかその方が、環境に優しいとか、SDGs やってると株価が上がるとか勘違いしてですね、企業がそういった引っかけ問題に引っかかっちゃう場合があるんですね。まあそれが、まあ、次の引っかけ問題としたら、一番最新のホットの話題はやっぱりトランプさんのね、逮捕ですよ。ねえ、これもなんかもうね、もういかにもですね、まあ、来年の大統領選挙に向けての妨害っていうふうにわかりますね。でもですね、この引っ掛け問題はさらに裏がいろいろと巧妙にありまして、例えばですね、まあその逮捕の時期と、時期を同じくしてですね、民主党から今度大統領候補の、ね、名前が出たんですよ。ロバート・ケネディ・ジュニアという人ですね。で、この方はですね、反お注射ですごく有名になった方ですね。で、有名なケネディ大統領 の、 血を引く方ですけれども、だから国民に人気があるんですよ。じゃあなぜ民主党からそんな人が出ちゃったのかなっていう問題もありますけれども、まあその人もですね、いろいろお話を聞いてると、反お注射だけれども、なんか温暖化反対みたいなことを言ってるらしいんですね。まあですから一時が万事この調子で、まあなんかいろんなプロレスとか、プロレスとしてのこう役者がですね、次から次へと巧妙に仕掛けられてきて、何かトランプさんが大統領にならないようにするとか、あるいは逮捕させて、わざとアメリカ国民を怒らせて、内紛に持ち込もうとしてるのかとか。まあ、いろんなシナリオが次から次へと、まあ、用意されてるんですね。それが今の茶番の、まあ、逆さまの世界ということですね。ですので、それがですよ、トランプさんでさえじゃあ正義の味方なのかと言ったら違うわけですよね。やはりそういったスーパーエリートたちからいろいろ金融的なね、支援を受けてます。しかし、林千克先生の言葉を借りれば、まあ、7-3 ぐらいでナショナリストでしょうというふうに言ってますね。まあ、ですからね、そういった意味では、まあ、トランプさんがいるっていうことは、一般のアメリカ国民にとっては、まだまだ希望の星というか、民主主義がちゃんと機能するかどうかの、まあ、最後の砦なのかなというふうに思います。しかし、だからといって、完全に正義っていうわけでもないわけですよね。それだけ、まあ、世の中は複雑。しかし、ねえ、
我が総理大臣はどうでしょう。挙句の果てにはあちらこちらにね、府知事がいっぱいいます。大阪はね、吉村さんです。東京は恥ずかしながら小池さんですね。そういった人たちどうでしょう。73どころかもう本当に010ぐらいでグローバリストですよね。010でもう本当にグローバリストですよ。どこかね、うっすらとね、ナショナリストのところあるんでしょうかね。もうあるんだったら見てみたいけど、残念ながらよーく目を開けてみてもですよ、もうどうやったってこうやったってね、大阪府民を愛する何か施策とかを日本の国益に資するような施策とかもうないんですよ。お金配るっていうのはね、お米券配るとかいうのはそれは愛情じゃなくてバカにしてんですよ、有権者をね。バカにしてるんですよ。飴玉配っといて、あとはこっちでね、利権がっぽりよろしくやるからこれでちょっと黙っててねと。私たちは本当にバカにされてしまったんですね。ですから、まあ、この政治をですね、私たちのこの世代で2020、まあ、私たちのこの選挙というのは去年の2022年から始まってますけれども、参政党の、まあ、こういったね、逆さまの世界をなんとか元に戻そう、あるいは逆さまの世界ですよということを皆さんに認識してもらおう、そういった活動が、まあ、ずっと始まってるわけですね。ですからここのね、府知事選、これも大事な位置づけになってくるわけです。ありがとうございます。ね、ぜひぜひね、この府知事選、皆さんになんとかね、この少しでも多く、この世の中は逆さまの世界なんですよと、そういったことをぜひぜひ気がついてほしいなというところです。そして、あともう一つですね、私の方から申し上げたいのは、吉野先生のね、功績ですね。あの、私もあちこちこういろんな支部応援に入るんですけれども、吉野先生のおかげで20キロ痩せましたという候補者が新潟にいました。はい。で、九州の方はですね、まあ、15キロ痩せましたという候補者がいてですね、まあ、これもですね、あの、賛成とあるあるなんですが、食生活が変わり、まあ、あと、まあ、こういったね、活動をしてるっていう運動量もあるんだと思うんですけれども、健康的にね、痩せたっていうような報告聞いてます。そして私がちょっとからかい半分にですね、九州の候補者の方に、じゃあ選挙終わったらリバウンドしちゃうんじゃないなんていうふうに言ったんですが、まあ、その方はですね、いや、もう口が受け付けなくなりましたって言ってました。ね、で、なんか今まで飲み、お酒のつまみは揚げ物ばっかりだったんだけれども、今はもう豆腐とか枝豆になりましたということで、あ、もう、あの、体質が変わりましたっていうふうに言ってました。で、これ、あの、本当に賛成党あるあるで、あの、吉野先生のおかげで、あの、体調がね、良くなったっていう方いっぱいいらっしゃって、で、それが一つの証拠なんですよ。証明。ね。証明なんです。ですから、私たちは、正しい情報を知って、で、自ら健康になって、元気はつらつ活動して、そして、日本人らしいね、あり方を自分たちで体現していきたいっていうところなんですね。口でいろいろ言うのも大切なんですが、私はぜひこの私たちのあり方で仲間を増やしていきたいなっていうのが、あの、私の思うところなんですね。ですので、あ、もう今日もね、本当元気はつらつの方いっぱいいらっしゃいますけれども、そのようにですね、心身ともに元気であること、これが日本人らしさをね、表しているということで、もうこの活動も広めていただきたいんですね。で、なので、もしかしたらですね、入り方としては、その、ね、いや、グローバリストがとか、IR がとか、ね、太陽光パネルがと言っても話が伝わらない人にはですね、参政党の吉野先生の言うことを聞くと痩せられるよとかですね、まあ、こういう切り口でもいいんですけれども、まずはいろんな切り口で多くの方に知っていただきたいなというふうに思います。